ユニバーサルミュージックストア原宿の1周年記念イベントに登壇した前列左からユニバーサルの藤倉直社長、スカイハイ、マゼルの海流、タクト、リュウキ、後列左から直也、ラン、ハヤト、エイキ、生徒男性8人組グループ、マゼルが23日、東京、神宮前のユニバーサルミュージック初のコンセプトストア、ユニバーサルミュージックストア原宿の1周年、記念イベントに登壇した。マゼルが同店の1周年記念アンバサダーに就任し、この日から米エンタメ企業、マーベルとのコラボで、ポップアップストアを開催。海流はスーパーヒーローが大好きなので、マーベルは好きに決まっている。小学生の時にトビー・マグワイアさんのスパイダーマンを見て、将来の夢がスパイダーマンになったくらい本当に大好きなので、とんでもない人生を歩んでいるって思える一つですねと感激しきり。店内についてリュウキは、マーベルの可愛さとマゼルの可愛さがマッチしている。全世界の人に可愛さやかっこよさを知っていただけるようなポップアップストアになっているとアピールした。新曲「マゾキリレード」はハロウィンがテーマで、ミュージックビデオではメンバーが仮装しており、プリンセスに変身した直也は、プリンセスをやってくれと言われて絶対やりたいと思って、ノリノリでカツラをかぶって、ノリノリでまつげも上げましたと笑顔。今年の予定について生徒は、僕たちのファンとハロウィーンパーティーをすることになっているので、良い思い出ができそうと心待ちにした。イベントには、ユニバーサルの藤倉直 CEO と所属事務所の CEO で AAA の日高光恵子と、スカイハイ37も同席。藤倉氏は、感慨深い。2年目に入って、よりアーティストにもファンの皆さんとかお客さんにもワクワクしてもらえることをやりたい。この場所じゃない映像とか、今日みたいにアーティストさんが来てくれたり、ワクワクやドキドキが提供できるようマンネリ化しないお店にしたいと抱負。スカイハイは非常にありがたいと笑顔を見せ、オフラインの場所の価値はオンラインが普及すればするほど上がっていく。ライブ会場以外でもリアルな場所をいただけるのを大事にしていきたいと力を込めた。